はーい、おはようございます。今9時20分、バラケースやったんですけど、あの 3,4 人で下ろしてもらいました。ありがとうございます。一人でやるよか、本当早かったですね。朝ちょっとやらかしたんですけどね。まあやらかしたっても、お客さんから案内された通りに入ってったら、ね、ちょっと大型じゃ入れなさそうな道があって、最初右巻きで入ろうとしたんですよね。そしたらちょっと縁石があって、わちょっと曲がりきれんって感じあったんですけど、でどうしようどうしようってちょっとお客さんに電話入れて、もう8時着だったんですけど、その時でね、あの本当8時ちょっと前やったんで、わどうしようどうしようって言って、お客さん電話入れたら、どうもそこが左巻きじゃないと入れんみたいで、ちょっと焦りましたよね。まあそんなことあってちょっと遅れますってことで、ね、遅れて入ったんですけど、お客さんからもらった案内でね、行ったら右巻きあったんで、本来は左巻きで入らんといかんものそれは入れないですわね。まあ U ターンしてきて左で行ったら、まあすんなり入れたんで、まあすんなりって言ってもギリギリでしたけどね。縁石やっぱ1個分か2個分取ってくれりゃなってぐらいの、感じあったんですけど、もうねそこ行くまでにも狭かったんで、もう慌てましたよ。まあ、そんなことあったもんでか、あのね 3,4 人で下ろしてもらいました。ちょっと申し訳ないですね。もう手伝ってもらってありがとうございます。やっぱ大阪の辺は狭いとこは怖いな。車は多いし、ちょっと半分泣きそうでしたね。入れんかって、どうしようどうしようって、遅れる時間に遅れるってね、もうすぐ、ね、お客さん電話して、ちょっとすいません道が通れなかったんでって言って、ね、その辺一帯がなんかダイキンやら、もう大型じゃ入れんような道やらがあったんで、そこしか行けんのですけどね。だからそこ曲がれんかったし、どうしようどうしようって言ってね、頭の中でもうあのパニクっとるもんで、左巻きっていうのがねちょっと飛んでしまって、ね、言われて、あ左巻きか、左巻きしか入れんのかってね、ちょっとやらかしました。ちょっと心を切り替えていきましょう。まあ、次の積み込みは孤島からですね。着が11時になってるんで、もう高速で行って午前中に積みましょう。まあ、今回もね行き先が仙台の方なんで、もう早く積んで、ね、行きたいと思います。北陸道周りですか、の方が近いんですけどね、雪がな大雪って話なんで、どうしよう。まあちょっと考えながら行きますか。まあとりあえず午前中に積みたいと思います。まあ、ちょっと高速までね走っていきます。はい、今高槻の入り口まで来ました。ちょっと道が混んでてあれですね。11時10分着予定になってしまいました。まあでも午前中に行けるかな。早く行って積んでもらいたいと思います。とりあえず孤島の、ね、あのスマートインターまで行こうかと思いますね。とりあえず、はい、高槻のインターね乗って立て頑張って、ね、孤島まで行こうと思います。よいしょ。じゃあとりあえず孤島まで走っていきたいと思います。はい、孤島三山のスマートインターに降りようと思います。今こっち来たら真っ白ですね、雪で、昨日だいぶ降ったみたいですね、こっち。さてじゃあここで降りますか。もうちょっと前か、はい、と
じゃあ通過しましたね午前中に積んでもらおうと思います。こっからお客さんのところまであと7キロぐらいなんで、まあ11時ぐらいに到着できそうですかね。朝方までずっと降ってたんですかね。なんかところどころなんかトラックの上に雪が積もってるんですごいよ。大丈夫かな、ね、ちょっと北陸周りはちょっと、ね、雪が多いんでちょっとあんまり行きたくないんで新東名から行きたいんですけど、こっから行くと名神ですもんね。まだ高速乗っていきたいと思います。あとりあえずまあお客さんのとこ行ってね、仙台行きの荷物を積んでいきたいと思います。ちょっと頑張っていきます。はい、今孤島の方の積み込みが終わりました。なんとか午前中に積んでもらって今12時10分なんですけど、ちょっと行き先の方をちょっと調べてたら15分ぐらい休んでますね。いや今からちょっと道の選択を間違えないように走っていかないといけないんで、弱ったぞ。雪があるでちょっと通行止めにならないように行かないといけませんね。まあ明日ね、あの仙台って言ったんですけど、ちょっと距離伸びて宮城県の栗原ってところでしたね。栗原市、仙台からもうちょっと上上がったところですね、まあ、とりあえず名神から新東名に入って、それから県央道行って、で東北道で上がりますかね頑張るぞ、ね、お方800ちょっとですかね。820キロ30キロ、頑張っていきたいと思います。まあ、ちなみに明日の着時間はお昼の1時らしいんで全然余裕です。いいです。よいしょ。ただ雪でねはまって大渋滞とかは避けたいんでね、渋滞どころかね立ち往生とかもちょっと嫌なんで、まあ明るいうちにもう行きましょう。頑張るぞね。ちょっとドキドキしながら走っていきたいと思います。じゃあちょっと頑張っていきます。はい、今福島のあたりまで走ってきました。積もってるというか今凍結の方が怖いですね雪はなんか除雪されとるみたいなんで、まあ大丈夫そうなんですけど、まあでもどうですかね、思ったよりかは雪はなさそうですけど、全然関東の辺とかね、全然別世界って感じですね。東北の方の雪ってすごいですねあと150キロなんですけど、まあ明日、ね、言ってた通りお客さんのところが昼着なんで、まあ最終降りるところの手前のパーキングで、まあ、ちょっと朝まで寝て、でそこからまた明日の朝動こうかと思います。ちょっと神経使うなはい、いや残りあと37キロ、ちょっと雪の中、ね、安全運転で来てます。じゃあ次の三本木パーキングで、ね、朝まで寝ようと思います。まあここからまた明日の朝出発してお客さんのところで降ろしたいと思います。いや疲れた、ここで休憩しようと思います。よし、なんかすごいな、除雪あんまりしてないんかなゴテゴテしてますね。おや、止まれるかな、大丈夫そうやな。
開いてた、時代開いてたよ。おー、すごい雪だ。よいしょ、よいしょ。あのトラックが止まっとった跡があるでいい、ね、あのいいんですけど、これ真っ白やったらどこがどこかわからないですね。よし、はい、やった、到着です。ねえ、疲れましたよ。まあとりあえず明日の朝までここで寝たいと思います。今日は頑張った。まあとりあえず寝ます。ではおやすみなさい。今回はまあここまでにしたいと思います。チャンネル登録もお願いします。ではまた。